ます。おはようございます。北海道旅がこれで3日目です。今日はこれからまあ向かうのは、まあ、根室まで来たんで日本最東端の納沙布岬をこれから目指して、今日も旅していきたいと思います。最東端、ついに最東端に行くことになりますね。やったぜ。今ね6月今日は7日、うん、なんですけど気温がめちゃくちゃ寒い。今何度？朝3度と今5度。今5度だけど結構風あるから、うん、めちゃくちゃ寒い。完全に冬だね、うん、海の方行ったら多分もっと寒い。まあでも北海道のね北国にいるんだなっていう感覚はすごい感じるんで、うん、そうだね、すっごい感じる。じゃあ納沙布岬の方に走っていきたいと思います。はい、じゃあ今日も頑張ります。運転よろしくお願いします。見えてきた、海だ。昨日ずっと陸地だったから不思議な感じ。久々の納沙布岬灯台着きました。よし、行くぞ。今度最東端の地で一番早く朝日が昇ります。本当そうだよね。やば。今度最東端ついに到着。もうちょっと行けるんですよ。あ、本当ですか。うわー、塩の香りがすごい。あ、これ？あ、野鳥観察。はいはい。入ってみよう。電気もない。おお。すごい。これ野鳥を見るの？すぐ近くだ。うん。こんなに近いんだね。最東端は達成しました。イエーイ。まあ、ゆう
の旅 Vlog もついにそこまで来ましたか。ついにそんな領域まで来ました。最東端やった。これ最東端来ちゃったらもう他も行かざるを得ない。行くよ。行きます。いやあのサップ岬すごいね。あの本当目の前に北方領土が見えるんで、うん、なんかねこんなに目の前にある日本じゃないんだ。ちょっと不思議な、うん、感じがする、うん、もどかしいんだろうなってすごい感じる、うん、このあとちょっと周りにいろいろあるんで、それも見て回りたいと思います。ウィス。ここが最東端のお食事どころですね。今日はもうサンマがないみたい。今度最東端からチャンネル登録よろしくねー。はい、どう根室市がここ目の前に見えてるのは水晶と水晶塔が目の前に映ってる、はい、うん、13キロとか16キロとかしかないんだね。なんか水族館でしか見たことない動物たちが普通に住んで、モニュメントでっかい。なるほど。最東端のすぐ横に、あ、ちゃいます。こんな感じで結構、ね、広いお店です。こう四種丼っていうのが多分一番メインかな。この上の段のこのタラバ側にふんどし丼、ふんどし丼、トロ生サンマ丼、イクラとトロ生サンマ丼、うん、この辺が多分メイン、うん、メインどころというか人気どころ。私はこれを頼んでみました。一番お高いやつだよ。確かに。でも美味しそうじゃない。一番お高いやつ セレクトし一応有名というか、まあ、ちゃん名産サンマなのかな。そうだね、水揚げがナンバーワンだ。あ、そうなんだ。サンマタラバガニステーキ丼と花咲ガニの鉄砲汁サービスでいただきました。やば、めっちゃうまそう。こんなカニ乗ってんのやばい。タラバガニのステーキって初めて。お客さんね、うわ、こんなカニいっぱい乗ってる丼、うん、贅沢すぎんだろ。いただきます。はい、
笑っちゃってるよ。カニとこういうステーキのソース合うんだ。カニうまっ。食わなくてもわかるやつ、うん、うまいです。一方じそれ、これ無料ですよ。カニの鉄砲汁無料って言わないの。おっさんみたいな声出てる。寒かった。おっさん言うなよ。おいしい。きたー、生トロサンマ丼、めちゃくちゃうまそう。しかも毛ガニの出汁がなんとサービスと。激アツです。早速食べてみたいと思います。うわ、これ絶対うまいよ。いただきます。あ、はい。すぎる、マジで。へえ、ほんとうまい。いや、ガチガチ。昨日の豚丼も、うん、ガチでうまいと思ったけど、それ超えてる、うん、超えた。すごい。めちゃくちゃうまいよ、それ。へえ、食べてみて、これ。うん、多分食べれると思う。トロトロ。うん、時のお汁ってすごい美味しいよね。すげえ出汁ちゃんと出てる。そうそう、やっぱめっちゃうまいのよ。ここすげえうまいわ、うん、青空出てきちゃった。あ、ほんとだ。缶の敵、さっきまでグレーだった。ここに至るまでになんか動物いっぱいいたね。え、鹿と狐と動物、うん、出会った動物、うん、鹿、狐、狸、ワシ、ワシ、シカ。こんにちは。めっちゃ見てる。入っちゃった。あ、いやでもいい感じになってます。けけ。バイバイ。今向かってるところはどこですか。今はマシュー。斉藤タンネムロからマシューコに行く。マシューコといえば、言えばマリモじゃない。マリモ欲しい。
さあもうすぐ着きますよ。到着。まもなく目的地付近です。お、ちょっと見てください。うわすごい。お天気も良くてめちゃめちゃすごいよ。やば、広大すぎるな。すっごい、めちゃめちゃ綺麗な青だね。うん、やば、めっちゃ吹き出してるやん。うわ、なんか RPG の世界みたい。なんか、うん、こういう場所なんか見たことあるかな。あるある。周りさ、周りこんなに緑だらけなのにここだけさ全く木生えてないの。こんなに周りは大自然で緑がたくさんなのにここは全然木が生えてない。うん、この辺から急に硫黄の匂いする。本当？あ、本当だ。急に来た。急に来たね。湯気一応気をつけてね。わあ、すごいよ。すごい。おお、あったかい。うわ。うわ。これ本当自然だもんね。うん、すごいな。こんな出るか。ね、うわ。うわ。あ、大丈夫。あったかい。メガネ曇った。わ。あ、本当だ。グツグツいってる。ちょっと触ってみて。はいあったかい、あったかい。でもこれには直接入ったら暑そう。ああ、うえい。うわ、すげえ不思議な空間じゃない？うん、うわあ、湯気が、目が、うわあ、うわ、うわ、やめやめ、ちょっと待って、ちょっと待って、うわ、いや、ま、ガチで目がだこれ、最高でした。めっちゃ良かった。うん。
どこ行っても最強だわ、北海道。うん、飯もうめえし。そうなの。今のところご飯外れてない。外れなし、うん、自然は何の外れもないです、うん、むしろ SS ですね、SS。知ってはいたけど、なんか体感するとよりそのデカさとか、うん、そう広大さを感じるよ、ね、北海道。知ってたけど。売店一瞬見て、ホテルに向かいましょう。はい。じゃあダッシュ。ダッシュ。ダッシュ。これ、これダッシュ。冗談だよ。今回はここまで。次回は屈斜路湖畔でのグランピングキャンプの模様をお届けします。この動画がいいなと思っていただけた方はチャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いします。じゃあね。